レビット2019土木技術者のためのレビット入門第7章概要説明中級のご案内です。ビムシムレッスン TV オンラインはこちらの YouTube チャンネルでオートディスク製品のレビットとオートキャドまたは AC コレクション内にあるインフラワークス、シビル 3D、ナビスワークスなどの解説を行っています。ビムシムレッスン TV オンラインはお問い合わせは LINE でお受けしています。第7章はコマンドリファレンスとして覚えておくと便利というもののお話をさせていただいています。無料の場合はこう1個ずつというところでお話をしてますが、有料の場合は実際の操作も入れながらお話をさせていただいているので、2章の前にこちらをですね、有料の方は見ていただいて2章以降を進めていただくととってもやりやすいのではないかと個人的には思います。また位置合わせ、回転、あとトリムですねっていうのはよく使うものになります。また閲覧する場合にはやはり計測だったりとか寸法だったりとか面で移動しますので、マスというところもよくご質問等ですねいただくところになるので見ていただくとよろしいかと思います。このような悩みもありませんか？ご自身がセミナーを受講したくても忙しくて受講ができない2025年問題っていうのがありますので、セミナーにご参加いただく方は多いんですが、なかなか現業と合わないという方のお声もやはりお伺いします。そして習ったはいいがすぐ忘れてしまう、忙しくて他のことが大事なのではしょうがないんですけれども忘れてしまうというお声も当然あります。いろんなスクールさんがあるので、そのスクールさんのだと自分のとこの現業の形と違うっていうのがよくこちらでご質問でいただくとこでもあります。そして独学でやろうと思うと一人だと挫折してしまうというのもよくお伺いするご質問というかお問い合わせの一つとなります。なので PDF だけではなくご自身に沿った動画の解説も欲しいというお声を当然よく聞くこととなります。中級に関しては本ではなくあなたがやりたいものというところがまず中心になります。ただしやれるものとやれないものがあるというところも踏まえた上で、主にレビットですが構造体構造物ですね、非門非管だったり地下鉄だったりダムのだったりと施設ですね、簡単な施設だったりっていうものはやはり建築なのでレビットの方がいいのかなというところが出てまいります。そのデータを 2D のデータをもとに3次元のビームモデルを作成するのが中級の到達目標になります。ですのでご自身でデータが準備ができないとまずお話にはなりません。申し訳ありませんとしか言いようがないんですが、あと港だとそうですね、港の港湾の方だと港湾だったりドルフィンだったりとかいうその部分だけ、また擁壁だったりとかそういうところだけ作られる方も当然いらっしゃいます。またレビットのお話なのでレビットの標準のファミリーを使用し擁壁のモデルを簡単に作成をするボリュームバランスを見るという方もいらっしゃいます。また既存のファミリーを利用して新しいファミリータイプを追加したり、シビル 3D またはオートキャド等で作った3次元のモデルにレビットの背筋をし集計表を作りたいという方もいらっしゃいます。そういった場合の背筋の仕方、 DWG のデータをレビットのファミリー化にし、全てではありません、特定の条件を設けなければいけないんですが、条件をクリアしたものを、レビットのファミリー化としてレビットのプロジェクトモデルに持っていき、背筋、マテリアルを当ててコンクリート量の集計表を出す、または外観パースを作るっていうのをやりたいという お話をいただくこともございます。
耳しみレッスン TV オンラインでは動画以外の部分で LINE アットでも情報をお届けしています。登録特典その1、ビムシムレッスン TV オンラインの厳選再生回数上位トップ5をお伝えしています。登録特典その2、今先ほどですね、お話をさせていただいた中の5日間ですね、無料で体験していただこうというところがあります。ただし、現業に沿ってというところがちょっとありますので、建築なのか、土木の方なのか、設備の方なのかっていうところだけはお伺いをさせていただいています。登録方法は LINE でこちらを検索してください。ビムシムレッスン TV オンラインのお問い合わせは LINE でこちらを検索してください。 LINE 限定セミナーやイベント情報、お得情報などをいち早くお届けしています。ビムシムレッスン TV オンラインはここまでです。スノーオータムでした。